はい、皆さんこんにちは、ワンダーレグルビジです。では今回はギレンの刃、大きい星の覇者ガルマプレイ、使えるモビルスーツアーカイに縛ってという企画でやっています。でちょっと大変申し訳ないんですけども、プレイの録画ミスがありまして、ステージの途中からになってしまってるんですけども、ここからお届けしていきたいと思います。でプレイが進むにつれて案外がですね、いかにも火力不足、連邦の新型機の前に撃破されていくというね、不甲斐ないプレイが続いているんですが、いよいよ禁じ手として他の軍団長、具体的にはウォルターになるんですけども、ウォルターの方からモビルスーツを増援してもらう。で今のステージだと増援機がですね、まあ、主になんですけども、ゲルググマリーネ、ゲルググ、ドワッジというふうにね、割と新しい最新鋭に近い機体を送ってくれていますので、これをうまく使って、倒していこうということになります。まあ、ただ、増援のモビルスーツにはパイロットが乗ってないので、パイロットが乗ってないとね、どうしても撃破されやすいですね。なので、今ちょうど戦闘中ですけども、このように水辺に張り付いてですね、案外の特性を生かした戦い方ですね。これでなんとか敵を撃破していこうというところになります。まあそういう話をしてる中、いきなり増援のゲルググマリーネで攻撃させてますけど、これでね、なんとかクリアできているっていう状態ですね。特に連邦の方はすでにアレックス、NT1 アレックスとかが配備されてきてるので、まあそのアレックスに案外が陸上で束になってもなかなか勝てないという状況になってます。で、パイロットの方はですね、ニュータイプ部隊として、ララ、シャリアブルが新しく派遣されているので、これをガルマの元に呼び寄せています。パイロットは充実しているんですが、モビルスーツが案外だけなので、ちょっとしんどいなというところですね。で、さらにガルマは中将に昇進してですね、主力部隊、つまりステージに投入できる部隊数になりますけども、これが6個に増えてます。今まで5個だったものが6個に増えてるので、少しはね、戦いやすくなってくれているかなというところですね。では、幹部会議主力生産兵器変更の内容ですが、これ案外以外にしたくないので却下しておきます。はい。無事に却下できましたので、案外でいきましょう。まあ、主力生産兵器変更されても案外の生産は可能なんですけどね。では続いて攻略ステージに入っていきましょう。セルバの攻略になります。で、このセルバを攻略した後ですね、いよいよジャブロンに突入ということになりますね。で、交渉では増援部隊を要請します。ウォルターに 2500AP を送り、増援を確約してもらいましょう。で、あとは撃破されているので、まあ、第一部隊は完全撃破されましたからね、壊滅したので、ここにまた、案外を補給していきます。あとですね、新しく母艦として、ガウに代わって、ダブデが配備できるようになってますので、このダブデをね、母艦としては配備していっています。ワッタンクルに代わって、ダブデというとこですね。で、新しく、配備したところには、パイロットを、とりあえず、入れていきます。このあたりもね、しっかり、めんどくさがらずに、やっておかないと、パイロットがいれば、持ってくれたのに、っていうね、そういうことになりがちなので、まあ、多少面倒ではあっても、ここはしっかりとパイロットをね、配備して、行きたいと思います。で、まあ、今は適当に入れてしまってますけども、パイロットの組み合わせで、各パイロットが戦闘中に、発するコメント、内容もね、変わってきますので、まあ、いろんな組み合わせを試してみると、面白い会話がね、聞けたりするのかなと思います。で、これは味方の会話だけじゃなくてですね、敵さん、連邦軍のユニットと戦闘になるとき、
当然相手にもパイロット乗っているケースあるんですけど、その敵のパイロット、連邦のパイロットとの会話もパイロット間でね、変わってきたりしますので、まあ、いろいろな組み合わせでそのあたりを楽しむのも、まあ、一つの楽しみ方かなというふうには思います。ではこれで出撃していきましょう。セルバの攻略です。敵さんにちょっと見慣れないユニットがいるので見ましょう。これビッグトレーだな。小島艦長。モビルスーツはアクアジム。水中型ガンダム。これ新型機ですね。今まで、見た中にはいなかった水中型ガンダム。ここに今ちらっと海市電が乗ってるのが見えましたね。このセルバはどうだろうな。結構水中型ガンダムとかアクアジムとかが多かったかな。あとはバスクがいたり、サウスバニングタイとかもいたりしますね。ではここは先制攻撃を取りに行きましょう。一旦見守ります。先制攻撃した方が格闘を先に入れられる分有利いいかと思いきや、伸びてくるな。この距離伸びてきたな。逆に先制取られてしまいましたね。水中型ガンダム、まあ、前衛が持つかどうかちょっと微妙だな。あ、でも敵は水中型ガンダム前衛2機なんで、格闘が1回しか食らわないので1機確実にやられますけど、2機は残るっていうね、このパターンですね。で、水中型ガンダム撃墜はできないでしょう、まあ、それほどに硬いね。できれば先制攻撃取りたかったが、どうだろう。もう1個ペガサス級が突っ込んできますね。これはララーとシャアの会話ですね。ここも真ん中に水中ガンダムがいるな、2列目に。となると敵の格闘が3人入ってくるので、まあ3機分入ってくるので厳しいかもしれないな。前衛が残ってくれるかどうか。残ってほしいけど、残ったね。全員残った。1列目は基本的にはパイロット乗せてるんで、一列目は部がいいかもしれないですね。あとは、まあ、陸戦用ではなくて、水陸両用同士の戦いだったっていうのも、まあ、生き残った理由かもしれない。では、反撃していきます。隊列はね、組み替えます。一列目が散ってるので。これで、前衛にいる水中型ガンダムを、射撃で倒せたらいいんだけど、射撃じゃ倒せないな。んで、前衛の一機アッガイがやられて、格闘で水中型ガンダムを撃破。うん。まあ一番強い水中型ガンダム、海市電乗っていたもの倒せたので、まあ OK ですね。では、こっから叩いていきましょう。先制攻撃をしていきます。ここまでね、割と順調に来てますね。ここも水中取れるところは水中を取っていく。ヤザンだな。水中で戦った方がアッガイからすると、まあ、圧倒的に有利に戦いますからね。各モビルスーツには、地域特性付けられていて、案外は丸がついてます。で、大概の陸上型のモビルスーツは、水中特性、水特性は三角になってるんで、この水中で戦う方がね、圧倒的に有利なんですが、やっぱり連邦の最新鋭のモビルスーツ相手だと、こういうことになりますよね。ほぼ壊滅。まあ、ここは数をね、頼みに、削れるだけ削っていきましょう。ここもひどい結果だな。先制攻撃しといて、敵のモビルスーツは一機も撃破できずですからね、連続攻撃で。こっから先はこういうね、苦しい戦いが続くかなとは思うんですけどね。いや、本当にきつくなってきたな。倒せるかどうか本当に微妙ですね。全然削れないんですよね。
まあ、いい、ひとたび削り始めると早いんですけど、最初削れるまでが本当に長い。ここもね、敵の射撃のカウンターで、モビルスーツが結構やられちゃうんで、格闘に残れないんですよね。今回は格闘2機入るので、まあ1機2機撃破できるかなと思うんですけど、2機撃破できましたね。で、これで一発食らって前衛が1機になりますよね。うわ、こんなに削られるか。いや、本当に強いわ。まあ、まだ味方のは増援をね、出せるので、予備を増援と出してなんとか切り抜けられるかなと思うんですけど、ジャブロー攻略戦が頭が痛い。では予備部隊派遣していきます。もうこれは予備部隊派遣しないと勝ち目がないので、しっかりと、全部隊を投入していきましょう。まあ、幸い撃破されたとしてもステージさえクリアできれば案外のコストなんて知れてるので、全然補給はできちゃうんですよね。では潰していきます。潰していきますと言いつつ潰されそうだ、そんな局面ですけど、うわ、元気いっぱいなのが突入してこれだけか、本当にしんどいな。削れるかどうかっていうところですけどね、削り切らないといけないので、なんとか削っていきましょうか。ここもね、仕留めていかないと、ちょっと案外だけでどこまでいけるか不安になってきてるからな。前衛を攻めてもう一機削れれば見えてくるかな。いや、ここでね、前衛残れるかどうかだよね。残ってくれ、残ってくれ。一機だけか。この一機で多分相手削れないんですよね。で、格闘のカウンターで前衛やられるよね。うわ、これここまで来てステージクリアが危ぶまれてきてるな。どうするよ。まず確実に水中に引きずり込んで水中で戦いましょう。まあ、あの、基本に立ち戻るっていうね、ところですかね。水中に引き込んで水中で戦う。いや、これはちょっとこのステージクリアがかなり危うくなってきてる。むしろクリアできない疑惑が出てんな。水中でやっぱ戦う必要がありますね。まあそういう意味で捨て駒を置いておいて、この上の敵をブロックしつつ、この敵軍の E 隊、E をどう倒すかですね。ちょっと本当に厳しくなってるので、慎重に行きましょうか。これを倒せるか倒せないかだよね。味方がやられると本当にきついけど。倒して、ここ残ってくれよ。ここ残ってくんないとしんどい。残った。残ったぞ。これで削って、残り敵の部隊は1だよね。この1が元気いっぱいなんで、バスクのこいつをどうするかだな。パイロットはライラしか乗っていない。隊列打ちを組み直しておいて、水中戦を挑むしかないな。これでガルマがやられるよね。確実に残れないよね。
で、ただこいつ水中にいるので、ここでなんかボッコするしかないな。頼むぞ。うわ、きつそうだな。攻略失敗するっていうパターンになりそうだな。残れない。誰も残れない。終わった。これは終わったぞ。いや、クリアできなかったな。そうか。いやー、倒せなかったですね。もう残ってるのカスばっかだからね。いや、壊滅した。いや、アッガリの限界を見たな。ま、取れる戦術がね、そんなに多くないので、もう機体の性能的に厳しくなっていると思うんで、ちょっと考え直しましょう。本当に全部隊壊滅しましたからね。まあ、ゲームオーバーにならないのは唯一の救いだな。金は余ってるとはいえだ。あんだけの部隊壊滅させられたんで、まあ、何かしら手を打つというか、お金をね、少し貯めて、禁じ手である、ズゴック、投入しましょうか。案外はもうちょっと無理かなと思うので、さあ、どうしようかな。今だとですね、まあ、案外を使って案外縛りでって言ってたんですけど、この案外がね、ちょっとしんどくなってきてるなーっていうのもあるので、ちょっと案外に変わる期待をね、もう無理です。許してください。ということで、ちょっと考えさせていただきたいなと思います。案外が、こんな感じの適性ですね。耐久53。運動23。で、水中丸。その他三角。なんですね。なので、まあ、今更感はあるんですけど、どうせだったら、まあ、水陸両用にね、やっぱりせめてこだわろうかというところで、まあ、このズゴックをね、配備していこうかなというふうに思います。なので、こっからはズゴック縛りと。ということに変更させていただいて、頑張りましょう。では、セルバ攻略リベンジを行います。モビルスーツはですね、7割ぐらいをズゴック、3割ぐらいは案外。で、プラスですね、今回増援を呼ぶ AP ポイントに余裕がなかったので、増援は呼んでいません。という感じでのプレイですね。で、敵に先制攻撃を前回食らっているので、先制攻撃を食らわないところまで下がります。今回はクリアしたいから、うわ、エルランに先制攻撃食らってる。まあ、ただ、今までとは違う。こちらはズゴックだ。アッガイとは。まあ、大体倍ぐらい力が違いますね。なので、まあもうアッガイ縛りじゃないじゃんっていうね。お叱りはあるかと思うんですけども、ここは、クリアのために、目をつぶっていただいて、アッガイ、そして、ズゴックの混成部隊でね、攻略に当たっていきたいと思います。はい。セルバの攻略リベンジできました。まあ、ズゴックを投入して、まあ、なんとかギリって感じでしたね。なので、このね、ジャブロー攻略もズゴックの数を割合としては増やして、オールズゴックであれば、いけるかなというふうには思います。では、幸福勧告をめぐって本国で争いがあったということなので、ちょっとその内容を見ていきましょう。早期終戦を望む皇后陛下と議会は連邦との和平を求めたものの、議連は徹底抗戦と。こういうことですね。では、
次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。